はい、皆さんこんにちは、ラクサンクックです。で今回は圧力鍋で作るマーマレード風味のホロホロスペアリブを作っていきます。表面を焼いたスペアリブにマーマレード、蜂蜜、醤油、酒、ニンニクの入った圧力鍋で15分加圧して調理していきます。さて、うまくいくかどうか。圧力鍋で作るマーマレード風味のホロホロスペアリブの完成です。では早速実食にしたいと思います。いただきます。スペアリブというとバーベキューといったイメージが強いんですけども、今回はパート1として圧力鍋で煮込んだ甘辛なスペアリブを作りました。骨離れ最高な一品、マーマレード、蜂蜜の優しい甘さとコクが混ざった満足な仕上がりとなりましたね。スペアリブの王道バーベキューな味付けで次回パート2としてお届けしたいと思います。今回のご視聴どうもありがとうございます。それではまた。